はい、じゃん。明治通り沿いです。私はよく友達とお買い物に行ったりするときに、その明治通り沿いを歩いてこういろんなお店に入ったりするんですけど、まあ、人混みが嫌いっていう方も結構道が広いので、まあ、人がいっぱいいてもこうゆったりと歩けるいいお散歩コースなんじゃないかなって思いますね。もうちょっとこう人がいないところがいいなっていう人は、こう一歩裏手のキャットストリートをおすすめします。割とこうこじんまりしたカフェを見つけると、自分だけの店見つけたっていう気持ちになって、やっぱり入ってみたくはなりますね。お試しください。明治通り沿い散歩。はい。